推しとは尊いものである。いな、尊みを感じたその時、それはすでに推しとなっているのだ。なんか哲学的なこと言い出した。どうも皆さん、ヘルライズ、三大特撮合成獣キメラウプ主です。時に諸君、推しに見取られたくないかい？召される前提で言うのやめて。ボトルキーン！グリス・ブリザード！Are you ready? できてるよ。激闘進行、グリスブリザード、ガキ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 キーン。ゼロ度の炎、進化を燃やしてブッブッブス。仮面ライダー、グリスブリザード。巨大な壁、スカイボールの惨劇により、日本は東都、北都、西都の3つの国に分断された、ネットアイドルのミータンことイスルギミソラを愛してやまないドルオタで、3号ライダー、グリスの変身者である沢渡和美は北都の王子主だったが、スカイボールによって土壌の質が悪くなり不足が続いていた、自身の経営する沢渡ファームの従業員の暮らしを助けるために政府の兵器として働き、自身についてきた赤羽、キバ、青羽の北都サンバガラスと共に東都と交戦、その後余曲折あって戦闘たちと協力するようになる、戦いの中でサンバガラスは全員殉職してしまうが、セントたちと騒がしくもかけがえのない日々を過ごしていた。そしてラスボスであるエボルトとの最終決戦、パンドラタワーに突入する。そんなカズミの前に現れたのは死んだワズのサンバガラス。カズミ自身もそれは十分理解しているがゆえに3人の正体をすぐに見破る。エボルトの細胞の一部が擬態した存在である3人の相手を引き受け、1対3でも優位に立つが、偽物と分かっていても仲間の声と姿、攻撃を躊躇してしまったことでピンチに。それでも戦っている仲間たちのため、死して名を利用され続けるサンバガラスのために、偽物たちを倒す覚悟が彼にはできた。そして変身したのがグリスブリザードだったのぜ。身長203センチ、体重 120.2キロ、パンチ力右 50.7 トン、左 61.7 トン、キック力 59.9 トン、ジャンプ力 64.9 メートル、走力 100m2.1 秒。基本形態と比べると上半身はカラーリングと左腕以外ほぼ変化ないが、スクラッシュドライバーではなくビルドドライバーを使用している関係なのか、下半身がビルドドライバーを使用したライダーと同一の形状になっている。スーツに装着された装甲が螺旋のように巻かれてるのが特徴なのぜ。ローグやビルド、プライムローグを見てみるとよくわかるな。頭部はバイザーがついたような形状から複眼剥き出しのような形状に変化し、寒色と暖色の組み合わせも相まってだいぶ雰囲気変わるよな。あと何気に襟もビルドやクローズと同じような形状になってますね。ブリザードの名のごとく氷系の攻撃を得意としており、フリーズラッシュアームとフリーズラッシュレッグに冷却粒子をまとうことで、凍結炸裂パンチやキックを放つことが可能。腕部にある噴射装置スノーストームアーム、内部に蓄積した低温の液体バリアブルアイスを噴射し、氷の刀などの様々な形状の武装に形成する。最大威力の必殺パンチや必殺キックは食らった相手を細胞レベルで凍結消散させ、あとには雪煙だけが残るという。ブリザードヘッドアーマーをはじめとする各部の装甲からは変身完了と同時に冷却粒子を自動で放出し、周囲の温度を下げ続ける。ダメージを受けて損傷しようともバリアブルアイスを充填し即回復可能。なんか変身してるだけで寒そうね。そこは安心安全、スーツ内の温度は一定に保たれており、変身者の体温の低下は抑えられてるのぜ。両肩の GBZ アイスパックショルダーは堅牢な可動防壁を展開し仲間を守るのぜ。胸部装甲ブリザードチェストアーマーはバリアブルアイスを硬化させ防御力を向上、背面のフローターユニットから噴出することで短時間の飛行も可能となっている。だがこれらの機能はほぼグリス時代と変わっていないのだが。え、そうなの？吹き出されるのがバリアブルゼリーからバリアブルアイスになっただけだ。ドライバー変わってるのにそこの機能変わってないのは若干不自然だが。そして左腕のロボットアーム、 GBZ デモリション1、解体等のギミックを搭載しており、腕一本で破壊し尽くすことが可能。機械系の敵は触れた瞬間を打仏だな。拘束した敵に冷却粒子を吹きつけて凍結させ行動不能にするのぜ。変身アイテム兼武器であるグリスブリザードナックル、バリアブルアイスを急速生成したり打撃力を急激に向上することが可能。グリスの戦闘データが内蔵されており、さらにセットするノースブリザードフルボトルにはサンバガラスのデータが内蔵。二つ合わせてカズミたちの絆の結晶であり、なおかつもう一人の仲間であるウブカタマッスグの変身するアイススマッシュの特性から、氷属性のライダーという。両肩にはサンバガラスとグリスのクレストがデザインされてるんですよね。液状物質の噴出というグリスの特性、盾や刀の生成や飛行、そして氷属性、
すべてが国土性の象徴と言える。必殺技はグリスブリザードナックルを用いた冷凍パンチ、グレーシャルナックル。ドライバーのレバーを1回転させ、巨大化した GBZ デモリション1を叩きつけるグレーシャルアタック。レバーを2回転して冷凍キックを繰り出すグレーシャルフィニッシュだ。劇中で使用した際には迎撃で放たれた砲弾と相手の防御ごと粉砕した。ほとんどサプライズみたいに登場してかつ本編では一度しか変身してない。いや本来なら変身してはいけない形態だった。この形態は変身者のハザードレベルを急上昇させ戦闘力を向上させるが、カズミは無理をして人体実験を受けたことでハザードレベルが危険な域まで達し、変身してしまえば人間が耐えられる限界となって命の危険があった。グリスブリザードナックルは元からグリスの強化用に開発してたんだが、こういった経緯から戦闘は彼に渡すことができなかったのぜ。だが最終決戦を前に足手まといになることを危惧したカズミの懇願で、武器として使用するにとどめるという条件付きで譲渡された。だが結局その約束は破られ変身するのぜ。懸念通り肉体は限界を超え光の粒子が漏れ出すグリス。大好きなミソラが見守る中最後のスマッシュを倒すと、セントたちと過ごした日々が大切な宝物で、大きな未練となり、そんな日々に充実感を覚えていたことを思い返しながら、ミソラに見取られて消滅したのぜ。消えて欲しくないという願いを込めて最後までグリスと呼び続けたミソラ。彼が消えた後、ぽつりと呟いた、愛称である、カズミン、と。ちなみにグリスブリザードのボディカラーの一説にミソラ色という色では、という意見があったが、実際のミソラ色と比べると若干濃さが違うのであくまでと噂程度と思われる。また傍観していたイボルトはその光景と姿を合わせて死装束と称した。間違ってないのが憎たらしい。クローズマグマとは対をなす存在ですが、あちらが溶鉱炉ならこっちはかき氷機がモチーフといったところでしょうか。何気に変身シークエンスで足を凍結され後戻りできなくなってるのも特徴。後にファイナルステージや V シネマにも登場。V シネマではネギュラガスより濃度の高いファントムリキッドを浴びたことで、一度限りなら変身可能と言及された。メタルビルドを追い込んだが、強化されたファントムビルドに敗北。勝利はこの形態に譲ることとなった。一団結ウィスパーフェクト。シューヤー、正吉、マサル、お前たちの思い、確かに受け取った。仮面ライダー、グリスパーフェクトキングダム。ファントムビルドに敗北したカズミ、そこに盤上があるアイテムを届けに来る。カズミと同じくファントムリキッドを浴びたサンバガラスからその成分を抜き取り、それを元に開発したグリスパーフェクトキングダム。自分たちの命を犠牲にして自分の力になろうとした彼らの思いを受け取り、仮面ライダーグリスパーフェクトキングダムに変身したのぜ。パンチ力56トン、キック力 62.2 トン、ジャンプ力 70.2 メートル、走力100メートル1秒。その容姿はこれまでのグリスに比べかなりカラフルで明るく、だいぶ印象が違って見える。よく見ると胸部の装甲はグリスの名残があるけど、サンバガラスの変身するハードスマッシュの要素を取り入れた装備があり、両肩に結するハードスマッシュの盾、背中にオールハードスマッシュの羽、両腕にスタップハードスマッシュのハサミのような剣があり、盾は前面に展開し防御に用いる。もともとグリスの持っていたロボ要素を合体ロボという形で押し出してますよね。必殺技はレバー1回転で放つ青色の斬撃、スタップスラッシュ、2回転で放つ黄色いオーラをまとった体当たり、オールアタック、3回転で両肩の盾から赤いビームを放つキャッスルブレイク、そして4回転してサンバガラスの幻影と共にドリルキックを放つ、パーフェクトキングダムフィニッシュだ。劇中では強敵であるファントムビルドに当初は劣勢になっていたが、思いの強さと覚悟を持って連続で必殺技を繰り出し反撃、圧倒して勝利したのぜ。ただの兵器に過ぎないファントムビルドと、思いの強さで戦闘力を向上させるグリストではそこに差があったんだな。だがサンバガラスは、そっか、命を犠牲にしたんだものね。超元気に生きてるのぜ。待てー、あんだけ死んだみたいな雰囲気出してて生きてるんかい。なんなら余計な成分を抜いたから体が軽くなって絶好調だぞ。万丈が死んだかのように伝えたのはその思いの強さでハザードレベルを上げるためだ。作戦とハエやってることがエグい。まさに悪魔の科学者だな。なおファンの間ではカラーリングが注目されており、金色はグリス、青色はグリスブリザード、赤色はダークキバ、白の複眼と黄色は戦という風に、武田光平氏がこれまで変身した仮面ライダーを意識したのではてな。あとパーフェクトキングダムの部分を携帯名ではなくライダー名と考えた場合、ライダー名が一番長いライダーと思われる。仮面ライダーグリスパーフェクトキングダム、驚異の21文字という。こうしてライダーの歴史は刻まれる。そしてその歴史を記す者がいた。銀河さん、ギャッ
ヒレ伏せ。過去と未来を読み解き、正しき星の導きを記す宇宙最強の予言者、その名も仮面ライダー、ウォズ・ギンザ・ファイナリー。最低最悪の魔王、大魔神王の側近である予言者ウォズ、仮面ライダーウォズに変身する彼だが、アナザー騎馬との戦闘の際に乱入した仮面ライダー銀河、その圧倒的な力の前に大苦戦する一同、それでもなんとか撃破した後、そのエネルギーを敵組織タイムジャッカーのスボルツが吸収、銀河未来ドボッチを生成するが寸前でその力を奪うウォズ、それを使って変身したのがこのウォズ・ギンザ・ファイナリーなのぜ。身長 202.8cm、体重 107.2kg、パンチ力 45.3トン、キック力 104.9トン、ジャンプ力 119m、総力 100m 0.8秒。仮面ライダー銀河の強大な力を宿しており、装甲銀河アーマーは重力下での生成が不可能な超合金から削り出され、非常に密度が高くてちょっとやそっとでは傷がつかない、というかちょっとやっとのダメージは速攻回復するから意味がない。両腕のエクステンドアームガーダーは高次元の衝撃吸収と圧力分散性能があり、兜編ではキックホッパーのライダーキックを片腕で受け止める防御力を持つ。ボズの防御力を褒めるべきか、それとも多少なりとも後ずさりさせたキックホッパーを称えるべきか。両肩にある小さな惑星上のグラビコン操作、マイクロブラックホールが内蔵され任意の物体にかかる重力を操作可能。それも近づくことも容易ではないんじゃ。胸部中央にある太陽をかたどったクロスアーマーライナー、仮面ライダー銀河の特殊装備が内蔵され、特殊惑星弾エネルギープラネットを生成し発射することが可能だ。頭部の針を模したクロスブレード銀河 S、 左側のバリオンメカニカルハンドは時間、右側のメソンメカニカルハンドは空間と、それぞれの情報を割り出すセンサーの役割を果たしている。敵が攻撃や回避を行うタイミングや間合い、着弾地点を計測する。さらに銀河の中心部との送受信が可能になっている。どう使うのかは知らんけど、あってどうするんだその機能、これ仮面ライダーあるあるだと思う。というか左右の針ってボズ側か向かって側かどっちがどっちですかね。知らね。必殺技は超銀河エクスプロージョン、ライダーキックの他重力を操作し捕獲、果ては優勢軍を落とすというぶっ壊れ。当然並大抵の敵が受け切れる威力ではなく、銀河ファイナリーの抜群の戦績の立役者だ。劇中でもマシンチェイサーくらいにしか変身解除に追い込まれてませんしね。逆になんでチェイスは勝てたんだこいつに。そしてこの携帯には派生携帯が存在する。銀河惑星フォーム、惑星の力を宿した派生形態であり、複眼のインジケーショントラックアイ惑星によって個別動体視力を強化され、同時に12の物体を追うことが可能。クロスアーマーライナーで九種の疑似惑星弾エナジープラネットを生成、グラビコン操作でコントロールし対象のコリジョンコースに乗せる。コリジョンコース？自動車事故とかで有名なやつだな。コリジョンコース現象、ざっくり言うと回避を難しくするってことだろう。九種のエナジープラネットか。惑星って何個あったか。太陽系の惑星は8つですね。あれ、あと1つはどこ行ったんだ。冥王星が含まれてる可能性がビレゾン。必殺技は水金地火木土展開エクスプロージョン。エナジープラネットを降り注がせて攻撃する。広範囲の弾幕ゆえに高速移動する相手に滅法強く、クロックアップする相手やゲイツリバイブに勝利したのぜ。浦島効果に由来してか銀河ファイナリー自体が時間操作の能力に対処可能で、重加速を全く絵に返さない。そして惑星を上回る質量を誇るのは、恒星。銀河太陽フォーム、燃え盛る太陽のごときフォームで、この形態のクロスアーマーライナーは超高熱の太陽型疑似惑星、エナジープラネット、ソーラータイプや、火炎を発するファイナリープロミネンス、熱戦勝者ファイナリーフレアイなど太陽の能力を再現している。グラビコン操作で空気を超圧縮させて発熱し、エナジーサンシャインの威力を増大させるぞ。必殺技はバーニングサンエクスプロージョン、灼熱の火炎で焼き尽くす超火力の技で、隕石内部で使用した際には太陽のアームを焼き尽くした後、内部から隕石にヒビを入れるほどの火力を見せつけたぞ。登場当初からずっととんでもない強さを見せつけるという、魔王の側近に恥じない強力さだったのぜ。どうでもいいけどこのアーマー絶対腕上がらないと思うんだけど、実際若干動きにくそうだったしな。ちなみにいつもの工場は緊急時ゆえに短縮版しか披露しなかったが、私メガ渾身の工場を用意しました。惚れたたえろ12秒の延長。ちなみにこの二人のライダーの共通点を知ってるか。なんかあったか。正解はどっちも推しがいる。相互ってボスの推しだったんだ。